シューティジンター。愛知県岡崎市の家康行列は春の風物詩として毎年開催されていて、今年で65回目です。今日は市民らおよそ700人が武将や姫などに扮して参加し、武将行列の最後には岡崎市出身で俳優の佐野勇斗さんが徳川家康公に扮して登場しました。佐野さんらは岡崎市の町をおよそ2キロ練り歩き、沿道に訪れた人は写真に収めるなどして楽しんでいました。その後、佐野さんらは音川の河川敷のステージでトークショーを行いました。いや、もうなんかもちろんその昔から馴染みのある町並みなので、すごく面白かったですし、なんか知り合いとかもたくさん見に来てくれてて嬉しかったです。